はい、これを解説していきたいと思います。一回ね、見せたことで何もないっていう雰囲気が出たかなとは思います。ちょっと動画上でやるのはかなり厳しいところがあったんですけど、実際にやるときはそうではないのでね、この辺はあんまり気にせずにやってみてください。まずは1枚のコインを用意してください。これは何でもいいんですけども、今回はハーフダラー使ってますけどね。ハーフダラだと逆に少し大きいかもしれませんね。練習するときには50円玉、100円玉を使ってみるのいいかもしれません。まず、フィンガーパームなんですけど、ちょっともしかしたらフィンガーパームだとちょっとやりづらいかもしれませんね。なので、持ち方といたしましては、まあ、フィンガーパームより少しね、こんな感じ。少し、フィンガーパームとクラシックパームのちょうど間ぐらいを意識してみてください。で、こう、つまむわけなんですけども、この最初の時にね、こう、フラッシュしてしまわないように注意してください。で、まず持ちまして、普通にこうやって握って、まあ当然空なんですけども、これが空であるということを見せるっていうのが非常に大事なんですね。で、もう一回見せた時に、コインを落としていきます。ね。よく見てくださいね。こうね、コインをつかみます。こう見せます。まずは、こうね、何もないことを、こう、単に見せるわけですね。で、もう一回掴んで、今度は、コインを落とします。落として、こんな感じでね、コインを見せてくるわけですね。で、重要なのが、コインを落とすタイミングなんですけど、ここです。ここで落とします。そうですね。もう、このタイミングでしかないと思いますね。で、こう見せて、単にこう空であることを見せます。で、こう一回握ってあげるという動作が必要になってくるわけですね。取ります。まず握ります。まずは何もないことを示します。ね。まずは何もないことを示します。で、こんな感じでね、何もないことを示します。こう取って、もう一回ね、こう振ってあげると、これでおまじでかけると、これでコインが出現したことを見せることができます。これがうまいね、こうコインの出現方法かなと思います。それでは、さらりともう一度ね、やってみたいなと思います。コインを取ります。握ります。何もないですよね。もう一回掴みまして、今度はこうね、こう入れます。そして指鳴らすと、今度は出現することができますよということでございます。ということで、ぜひぜひ皆さんで一緒してみてください。ご視聴ありがとうございます。